はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすけです。今日はですね、先日から紹介しているアイコムの最新のハンディ機 ID52 と FT3D の比較をしてみたいと思うんですが、まあ、操作性とかね、そういったものを比べていくのもありかなと思ったんですが、今回はちょっと変わったというか、アマチュア無線のハンディ機なんだからアマチュア無線のことで対決しろと言われそうですが、この2機種のエアバンドの受信について比較をしてみたいと思います。というのも、今回この ID52 は VHF のエアバンドだけではなく、UHF エアバンド、軍用エアバンドの受信にも対応したということで、今までね、UHF エアバンドの受信を得意としている八重洲無線のトランシーバー派だった方も、まあ、注目してるんじゃないかなと思いますので、この両者で、民間のエアバンドと、UHF の軍事ミリタリーエアバンド、両方とも受信をして感度チェックしてみたいと思います。はい、ということでエアバンド受信比較テストにやってまいりました。今回はなるべく皆さんに、正確に違いをお伝えするために、それぞれに純正アンテナをつけるとかではなくて、一つのモービルホイップに接続した上で、この、分配器ですね、第一電波の SS500 という受信専用の、分配器に接続してます。多分これでね、均等に、分かれると思います。先ほど2つのケーブルね、付け替えたりしてもチェックしてみたけど、違いはないようなんで、ちゃんと2分配できてると思いますので、この状況で民間のエアバンド、空港の ATIS 受信してみますと、あとはこれね、待っててちょっとタワーで更新が行われるかわからないんですが、岐阜基地のねミリタリーエアバンド、こちらの方も、聞こえてくればチェックしてみたいと思います。これ今ですね、 ID52 はかろうじて受信できてます。 FT3D は今これボリューム絞りましたが、これが今 ID52 の受信状況です。で、 ID52 の受信絞って FT3D ボリューム上げますが、受信できてないですね。 ID52 でギリギリの受信状況、この民間エアバンドですね、今 ATIS 受信させてますが、 FT3D だと ID52 でギリギリ受信する状況で、こちら無理ですね。で、 A バンド B バンドがあるんで、 B バンドではどうかなということでやってみても、B バンドでも変わらないですね。機種によってこの A バンド、B バンドで受信感度が若干周波数帯によって違ったりするんですけど、B バンドでもダメそうです。はい、ということで、いや、あのね、まあ僕はあんまりこの両者の受信感度について今まで、気にしたことがなかったので、僕の勝手なイメージでは意外な結果でした。というのも、やっぱり八重洲無線がエアバンド受信したい人、アマチュア無線もやりつつ、エアバンドも受信したい、航空祭とかで軍用エアバンドも聞きたいっていう人に人気があるっていうイメージだったので、
当然のことながら FT サンデーの方が感度もいいんだろうなって僕勝手に思ってたんですよ。いやこれね、意外な結果でしたね。こっちの FT サンデーの方は A バンド B バンドとも受信できるんで、その違いもあるかなと思ってその辺の切り替えもしてみたんですが、まあ、今ご覧いただいたようにですね、まず最初の民間のエアバンド、これ結構歴然とした差がありましてね、 VHF エアバンドもう明らかに ID52 の方が受信感度が良くって、ギリギリの受信状況をわざと起こしてみた時にもうあの ID52 では聞こえてるんだけど FT サンデーでは口調できてないっていうケースが、再現できました。そして軍用エアバンド、こちらはねあの、電波が出てる時が少ないので非常に受信動画撮るの大変だったんですが、待って待ってやっと、更新していただいて、ちょっとこちらの方はね、特定の相手方への通信ですので、内容の方は公開しません、音声なしで申し訳ないんですが、まあやっぱり明らかにね ID52 の方が感度が良かったです。これあの本当にそうなのかなと思っていろいろその現場でねケーブル付け替えてみたりとかしてやっぱ試したんですけど、どうやってもね ID52 の方が VHF、UHF ともエアバンドの感度が良かったです。これ僕としてはかなり意外な結果ですし、まあやっぱ八重洲のそのエアバンドの受信機能が好きで使ってるという方にはちょっと残念なね結果なんじゃないでしょうか。でなんかちょっと根拠ないかなと思って探したら、結構僕あのこの受信感度のことでよく見るのがこのラジオライフさんね、ラジオライフさんの2021年3月号に、ハンディ機ベストバイっていうのがこの ID52 の発売に合わせて企画されていて、そこで見るとですねラジオライフさん必ずハンディ機、アマチュア無線のハンディトランシーバーとか受信機についてこう感度のグラフ出してくれてるんですよね。でそれで見ても明らかに ID52 は、まあ、エアバンドで V も U もマイナス 8dB ぐらいの信号が拡張できてるって書いてあるんですが、FT サンデーはですねやっぱそうですねマイナス5より上ですねを示しているので、まあ、こういうデータ見てもですね実際、まあ、僕はあんまり気にしてなかったから知らないだけだったのかもしれないんですけど、ID52 の方がエアバンドの受信感度もう確実にいいと言えると思うんですよね。うん、まあだからといってじゃあその八重洲無線の方がダメなのかっていうと、こちらは魅力として、AM モード、まあ、エアバンドの、デュアル受信ができるってことですよね。VV でも UU でも、まあ、例えば空港で、タワーともう一つ他のねアプローチとかを聞いたりとか、航空祭なんかでもねそのブルーインパスの周波数を聞きながら他の周波数も聞きたいとかってあると思うんで、そういったあのエアバンドのデュアル受信をするんだったら、こちらの FT サンデーはできるけど ID52 はできない。もちろん、まあ、あのメモリスキャンとかでねスキャンさせて聞くってことはできると思うんですけど、デュアル受信はできないので、こっちの ID52 は前にも紹介してますが A バンドのみで、エアバンド V も U も聞けて、B バンドの方は、聞けないという仕様になってますから、うん、まあそういったユーティリティの面ではこっちの FT3 年に軍配が上がるのかな。正直エアバンドってギリギリの遠くから受信するっていうケースって使い方としてあんまりないんじゃないかなと思うんですよね。航空祭なんかだともうその基地に行って聞くわけですし、まあ、空港で写真撮るときとかともその空港内でね、発せられてる電波を受信してっていうことですから、感度に、そんなにこだわる必要もない気もするんで、まあでも感度って大事だけどね、あの受信機というかトランシーバーとして、まあその辺悩ましいところですが、まあ感度を取って ID52 にするか、それとも使い勝手を取って、まあ使い勝手っていうのも全体の操作性でいうとまた ID52 とか良くなっちゃうんだけど、その VVUU で、エアバンドのデュアル受信ができるっていう使い勝手を取って FT サンデーにするか、まあこの辺ね皆さんの好みで選んでもらうといいんじゃないでしょうかね。もちろん他にも、アマチュア無線のハンディ機と受信機はまあ分けるよっていう方もいらっしゃれば、そうするとまたねいろんな、選択肢が、出てきて、 iCOM だったら ICR30 とかねちょっと高い機種ですけどそういったものも出てくるんで、まあそういったものを考えつつ、にはなるかと思いますが、
まあ、こういった結果でした、皆さんのお役に立ちましたでしょうか、この動画役に立ったという方はぜひ高評価をしていただけるとももすけの動画作りのモチベーションアップにつながります、まあ、あの実験しなくてもラジオライブ見ればわかるじゃんって言われちゃうんですけど、やっぱり生で見たいんじゃないかなと思ってこういったね動画を作ってみました。というか、まあ、後から僕はこっちの方を見て、あ、そうなんだっていうね、根拠にできたんですけどね。はい、ツイッターの方もやってます。ぜひ、説明欄のリンクからツイッターの方も、フォローしてください。以上、ももすけでした。バイバイ。